どうも皆さんこんにちは、セナです。今回はポケットモンスタースカーレット可愛い海竜こっちを見ていますよ。野生の海竜いるなんてすごいね。というわけで今回でもしかしたらよ、トントン拍子に行けばジムリーダー再び戦は今回で終わる。で、氷と虫と電気を残しているわけなんだが、もうここはね、あえてランジャモちゃんオーバーバトリバに到着。わっけーわっけー、コイルさん、やっぱりなんじゃも分からせたい、やっぱりなんじゃも分からせたい、なんじゃも分からせたい。大回転、電気タイプだったのお前、色合い的な。でも風がライガで押し切るしかなかろうたい。追い風、おお、やってきなさるね。これはあの味方がね、少しの間ね、あのスピードね勝るようなね技だったとね思っとるんですけどね。いいよ、急所、これってさ幸先いいんじゃない。次誰、ライチュ、いよ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 、レベルアップしていこう。レントラー、レントラーね、やってみよう。この子だってね頼りになるぜ。ちょっとレベル差があるってだけの話。あ、威嚇挟まるか、アギアース、アギアー毒好きだ、もうこうなったら。いや、まあ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 、耐える耐える耐える、大丈夫大丈夫大丈夫、毒ってくんねえか、毒ってくんねえか、うれー、おらー、そったれ、マジで毒好き。氷の牙あるなんてよ、聞いてねえぜ。これでハピナス、ラッコのラッキーを出し、やはりこれしかないのでは。歌う、はい、ワイルドボルト、いや防御、あっざまじ、危ねえ。くそ、いやでもこれさ、これさ反動食らうでしょ、これって結構だと思うよ。どうかな、どんぐらい反動いく、一瞬過ぎて見えないよ、ダメージバーが。イカ様で行こう、倒せるしな。まあよし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 、2体目ね。まあまだ互角、まだ互角、いいよいいよ、腹張り腹張り、このまま行こうか。いやもうレベルは高いっすからね、ニアオハル。腹張り、どんな感じ、おお、見てみようぜ。まあ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 、一旦トリックフラワーやっとく。種が落ちるときどうなる、まあ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 、え、なに、充電、あっ、うわっ、うわっ、まあいるなよ、よしよしよし、冷や汗たらりだぜ。雷当ててくる猛者がいるとはな。素早さ特化型の眉毛、さあどうしようか。いやすごい傷薬だと思うんだよね、ゴンだったら何も通じないはず、攻撃通さないはず、体当たりぐらいしかないだろう。やってみろよ、放電、あれ、うむ、意外とな事実なんだけど、マルマインと戦ったことなかったんだな。ただここ倒せばでかいよね、熱風でやけどとかっていうのあったりする。向こうの方が早いんですよ、エレキフィールド、うーわー、後続につなげてくるわー、これ参ったね、どうも。熱風当たる、まずは当てていかなきゃ、やけどしろ、やけどしない、破壊光線、破壊光線、放電、そんな効かないとは思う。いいですよ、今一つ、ギャーギャー、頼む、よし、これで沈むかね。まあまあまあ、いったな、オーケー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 、次だな、最後だな。鳴き声大好き、うまじ。まあ受注ハックテラスタルやってきますんで、電気に変わんの、そういうことなのかね。まあもうこれトリックラーでやるしかないか、急所に当たるぜ。さあどうだい、ハギア、ワンキルでした、やった、あーもう脇をボックス入れ替えチャレンジ始めていきたいと思います。こちらでね、ゴンと変わる強力なラインナッパーレベルをこうキュ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 、7日間通って何や、戻ってきた戻ってきた戻ってきた、ちょっと待って、バクーダがいるぜ、おい、バクーダいるよな、ちょっと待って、バクーダいるよな、ハイパーボール、
これで捕まるはずだよ。1、2、3、キュッ。新たな仲間を引き連れ、一番最初にコテンパンにされたこちら、ジムリーダーの楓さんと再戦、エクスレッグ。もうこちらね、いろいろともう取り揃えております。まずは初手7日間、焼き尽くすぜ。今日はビターに行きますよ。虫のさざめき。オーケー。モアイみたいなやつじゃなかったっけ。これ岩が入っ、でもよかった、オーバーヒートだ。ここはじゃあ燃やすよ。これ受け止めきれられるか。頑丈か。なんかこのやり取りしたか前、そんなこともなかった。やばい。もう危ない攻撃で走ってきて、ニャオハル侍がちょっとこう尻拭いをし、こうなった時のためのフーガライガーに熱風を覚えさせておくという判断。ミスはないだろう。このヘラクロスの目ほんと怖いぞ。熱風目怖っ。ハイライトないけど。燃えた。インファきっ、危ねえ。やけどじゃなかったら死んでいた可能性は高い。取っていこう。いいですよ、これで3体目か。新参者ですね。ただね、レベル50とかなんだよな。話題だだだや。よし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 、燃やせ燃やせ。いいよ、大噴火。どうだ。まあか。いや、へい、大丈夫。やれ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 、噴火しまえ。全然食らわん。これはまあ、でもいい仕事はしてくれましたよ。ニャワルのイカ様で尻拭い、素晴らしいですね。で最後はリングマが出てくるわけです。これタイプどうなる。うわ、虫ってことになるのこれ。変な動物。で空割り。いやすごいわ。フーガライガの熱風で燃やせると思う人。まあそうだよな、耐えうる。じゃれつく。イカ様、やわる、完璧、ありがとう。すいません、完全に今気づきました。ルーレット出しっぱなしだったでしょう僕。これほんとごめんなさいね。久しぶりにやった。というわけで本日2度目のルーレットです。見飽きてると思いますが、ちょっとお付き合いください。さあこれどうなるかな。もう夫人はね、最後残すところは氷なんで、のっ、グレイシア、グレイシア。スノーボーダーの夢を刈り取られていたこの男、ジムリーダー、最後結局また選んでしまいましたね。グルーシャさん、勝負を仕掛けてきたんですって。モスノー、氷タイプなんでしょ。まあ、初手は特急ジョーゴ出していきます。コンディションはそこそこ、あんたを任すには十分かな。また天気も一番最初に戦った時と似たような天気。噴火、噴煙、どっちにする、どっちにする。噴煙、追い風。はあ、しまった。じゃあ噴火が良かったかな。タクだったな。噴煙当たる。いやー、まあ一撃かなら良かったか。このポケモンいっつも得体が知れない。でかいしな。また噴煙かな。噴煙でいこう。どうだ、アクアブレイク。くっそ、俺よ今追い風吹いてんでしょ。しかもなんか吹雪いてきたしな。どうだ、アクアブレイク。きっ、また、わー、ぶねー。オーバーヒートで、そっちもまあ耐えかねる。えっ、ハルクジラって強かった。じゃあ戻そう。戻して氷の粒で追い風がやみました。回復させていきます。物理型だよね。いや、まあしょうがない。熱風、よーし、当たっていく。ありがとう。さあ次だ。またクマさん、オーバーヒート、いいね。どうだ、よし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 、素晴らしい。マニューラも切り取ってみよう。どうかな、耐えるか。耐えない、よし。さあこの男最後に出してくるのはチルタリス、テラッサルしてくるんですが、これって僕たちもこういうことなんかね。
氷になりやがった。はあ、ただこっちは悪だぜ。どうなる、どうなる、ムーンフォース。読まれてたが、しかしだ。じゃあこれかね、熱風どうかな。なんか悪の、おお、耐える、燃えた。なんかかっこいいね、この対決。テラッサルのどっちもかっこいいわ。あーぶ、いい勝負だったぜ。おもだかさんも人が悪い。絶対勝てない相手を汚すなんて。だけど後悔はしていない。実力は出し切ったつもりだ。本気であんたにぶつかって負けて悔しいって思えた。もう少し本気でジムリーダーやってみようと思った。僕の冷めきった情熱に再び火を灯してくれてありがとう、セナ。次やるときは負けないよ。風邪ひかないようにね。あ、電話かかってきた。早速かい。もしもし、チャンピオンセナですか。どなた。あ、小高さん、これね、終わりました。素晴らしい働き。先ほどジムリーダー全員からあなたがいらした報告を受けました。チャンピオンセナにお願いして正解。あなたと勝負できたことをみんな喜んでおいででしたよ。視察のご報告を直接お聞かせ願いたいので、アカデミーエントランスにてこの後おしまいましょう。